今日は初めてのバイト先だし、早めに起きなきゃ。私の名前は渋谷遥。25歳でバイトを転々としているフリーター。というのも私はどうしようもないブスで、就活の面接もすべてその醜い容姿のせいで落ちている。その顔は何？不満でもあるの？これはもともとこういう顔でして。残念だけど、うちとは縁がなかったということで。昔からこの醜い容姿のせいでバカにされたり無視されたりしてきた。前のバイト先を辞めたのもそれが原因だ。もう慣れたとはいえ、私の人生この先もずっとこんな感じだと思うと少しやりきれない。まあだからってどうしようもないんだけどね。ん？オタク誰？え？私？いや、まさかどうして私がこんな美人に？嘘だろ！これは夢。私だけに見えてる幻覚。まさか悩みすぎてノエローゼに。ともかくバイト行かないと。君が渋谷遥さん？応募書類の写真と随分顔が違うみたいだけど、人事が手違いで別の子の写真を送ってきたのかな。じゃあこの顔は幻覚じゃなくて本物？それで渋谷さんは清掃係で採用って話だったけど、もしよかったらうちのホテルのレストランバーで給仕係として働いてみない？実はこっちも人手が足りなくてね。はるかさん、清掃員として裏方に回すには惜しいぐらい美人だから、接客に回したいなーなんて。私が美人？言われ慣れてるんじゃない？もちろん清掃係の方がいいならそれでも。新人？美人だな。いえ、ぜひやらせてください。もともと接客業に憧れはあったけれど、この容姿で受かるなんて思えなくて、だから今回も人と顔を合わせなくていい清掃員として応募していたのだ。じゃあレストランの方には私から連絡しておくから、制服に着替えたらレストランフロアにまで来て、そこで業務内容の説明をするから。はい、はるかです。よろしくお願いします。あきらです。ひかりよ。オーダーのミスとかはないし、なんとか様になってるかな。お疲れ様です。あきらさん、お疲れ様です。すごいですね、はるかさん。まだ初日なのにこれといったミスもないし、言葉遣いも説明もちゃんとしていましたよ。はあ、よかった。ただ一点だけ気になるところが。どこです？笑顔です。はるかさん、接客中ほとんど無表情で、お客さんちょっと圧を感じてるようでしたから。笑顔？こうですか。まだまだ硬いというか、なんだかぎこちないですね。私が笑うと決まって言われてたっけ。ブースが笑うな。キモい、ニヤニヤすんじゃねえ。もっとこうです。ほら、その顔ですよ。ああ、その顔ならお客さんももっと喜んでくれるはずです。はい。美人な子だと思ってたけど、笑うとやべえアイドルじゃん。だよな、彼氏とかいんのかな。渋谷さん、3番テーブルのお客様お願いできる？ああ、ひかりさん、わかりました。どうしてくれるんだ。ポットが熱すぎてやけどしたじゃないか。だから最初に熱いので気をつけてくださいって言ったんだけど。私はここの常連で、紅茶はいつもぬるめで持ってきてもらってるのに、そんなことも分かってないのか。俺、あれ、クレーマーで有名な客じゃん。ああいう面倒なのはアキラさんに任せる約束だろ。つっても、アキラさんマネージャーに呼ばれちゃったし。どうする？ちょっと可愛いからっていい気になって。ああいう女はどうせプライドが高くて、人に頭下げるなんてできないでしょ。しょうがないな、私が。おお、私がバカでどんくさいばかりに本当に申し訳ございません。何あれ、土下座？何とぞお許しください。さっき見てたけど、彼女はちゃんと注意してたぜ。あっちの客のイチャモンだろ。かわいそう。そこまでしろとは一言も言ってない。見たところ新人みたいだし、今後気をつけてくれればいいんだよ。まったく。あの客相手によく切り抜けたね、お疲れ。とっさにあそこまで頭下げられるなんて、ちょっと驚いたよ。
あの時は必死だったので。昔から頭下げるのだけは慣れてたから、むしろこの程度の土下座で済むなら全然楽というか。あなた、結構根性あるじゃん。負けたわ。は？こうして私は、レストランの給仕係として働き始めた。力仕事やクレーマー対応も少なくないが、そんな時こそ、パシリで鍛えた足腰と下げ慣れた頭が生きた。渋谷さんが来てからお客様の評判がすごく上がってね。スタッフたちも働きぶりを褒めてたよ。ご注文はお決まりでしょうか。僕はハンバーグランチで、クズキ先輩は？クズキ？俺はステーキランチで。あ？何か私の顔についてますか？すみません。あんまりにも美人だから見とれちゃって。先輩、スタッフさん困ってますよ。あんたに声かけてたの。この近くの大手企業のエリートだよ。ワンチャンあるんじゃない？どうでしょう。間違いない。あの男は高校時代の同級生クズキだ。成績優秀で先生からの信頼も厚かったけれど、裏では私をブスだと散々バカにしていたグループのリーダー格だ。ブッサイか、あっち行けよ。2名様テーブルの料理、僕が運んできますね。あ、すみません。アキラさん、ここは空気読めばいいのに。ねえ。いやいや、向こうは私の正体に気づいていないし、これっきりよね。二度と会いたくないはずなのに。また来ちゃった。いらっしゃいませ。7日連続で来やがった。ねえ、名前ぐらい教えてよ。渋谷です。へえ、俺の同級生に君と同じ名字の子がいたな。でもこれが君と正反対のすごいブスでさ。それで渋谷さん、今度遊びに行かない？すみません、そういうお話は勤務中ですから。あははそうだね。じゃあいつもの。はあ、クズキさんのこと何とかしないと。美人は美人でこんな苦労があるとは。あれ、渋谷さん奇遇だね。クズキさん、帰り道一緒、送っていくよ。結構です。俺そこそこいい企業に勤めててさ、俺と付き合うってそんなに悪い話じゃないと思うんだけど。やめてください。どこに勤めてても人を見た目でしか判断できないような人はお断りです。俺がわざわざ声かけてやったのに、顔がいいからって調子に飲んじゃねえぞ。お客様、お前はあのレストランの。アキラさん、これ以上迷惑行為をなさるようならホテルを出禁にしますよ。お前に何ができるって言うんだ、バイトの給仕風情が。実は僕こういうものでして。名刺？ホテルグランドネコーカ役員。役員？え？父がオーナーなんです。うちはあなたの勤め先とも付き合いが長いですし、これ以上うちのスタッフに迷惑をかけるなら会社にご一報差し上げようかと。わかった。だから会社にだけは言わないでくれ。あの、ありがとうございます。アキラさんが来てくれなかったらどうなっていたか。実は僕、前々からはるかさんのことが気になっていて、思い切って食事に誘おうと思っていた矢先、あの男がはるかさんをつけてるのが見えたので、つい。アキラさんが私を？やっぱり美人ってモテるんだな。はるかさん？はるかさんは確かに美人ですけど、容姿に優れた方ならこれまでもお見合いで何人もお会いしています。え？だからそこじゃないんです。僕があなたに惹かれたのは、あなたが誰にでも分け隔てなく接する誠実で優しい人だからですよ。クッキー焼いたの、みんなで食べよう。おお、お疲れ。どんまい。だって渋谷さんは冴えない給仕の僕にも親切にしてくれたでしょ。やっちゃいました。気にしない気にしない。そういえばアキラさんはなんで給仕係を？オーナーの息子なんですよね。次期オーナーとしてホテルのことを現場レベルで知っておこうと思いまして。そうなんですか。やっぱり変かな。こんな変な人じゃダメですかね。いえ、私もあなたみたいな人とずっと出会いたかったんだと思います。
ウスニートが突如絶世の美女になった結果。キース、キース。私の中身を愛してくれる運命の人と結ばれました。おめでとう。